ます。でもさ、日向大師だよ。ちょっと迷った。あ、ここにでっかい段ボールがあるんですけど、僕のお母様から、ゆみちゃん、うん、ゆみちゃんからね、届きました、仕送りが。やっほー。これが届いた時が熊本の震災の時とちょっと被っちゃったんですね。それでちょっとまあ自粛してという形をとって、今出てるのがかなりだから遅めになってるとは思うんですけどね。まあとりあえず、まあ、そんな感じでございます。それじゃあね、皆さん上げていきたいと思います。あ、すごい、なんかいっぱい入ってるよ、ほら。じゃあまず上の方からちょっと上げてみます。がん、からし明太子効果かな。大型で博多の味、からし明太子有名ですからね、博多は。でがん、うまいわ、これもからし明太子ですね。うまいわ、うまい、うま棒じゃねえの、うまい棒じゃ、うまい棒です。そしてこちらね、厚切りポテト、明太子バター、また明太子、明太子ばっかりだな。マイクポップコーン、九州醤油、これ超美味しい。また九州醤油なんだ。この前もいっぱい九州醤油、ポテトチップス、九州醤油、また九州醤油、片揚げポテト、九州醤油味。狙ってきたな、おばさん。おばさんっていうの、ババアだから。かわいいね、ゆみちゃんだろ、長崎ちゃんぽんじゃん。九州で攻めてきてるね。そうそうそう、やっぱ九州っぽいの入れてきてる。あ、俺めっちゃ好き。お母さんよく入れてくれた。お母さんそう、ゆいのお母さんも仕送りこれ入れてくれたの。ワンナンライブのこんにゃく畑ね。美味しいの。あ、水素水、今ね流行ってる。あんたたちね、本当にね、美容、あんたたち美容意識してる人たちは本当にね、水素水今飲んでますから。あんたたち、うん、あんたたち、なんかシャンプーの詰め替えみたいな。はっきりじゃ、水素水やな。これ飲んでいい、飲んで、すごいね。なんじゃ、いっぱい飲んで、うん、いっぱい、あ、炊いた、わからん。ちょっとテロップを出しておきます。ちょっと俺にはわかりません。水素水の効能がね、下に書いてますね。あ、フルーツガムだ、ほら、一人暮らしにはもう朝食べないからね。俺はそば食べないから夜ご飯にするね、じゃあ。あ、からし大好き、食べちゃう。あげたよね、確か。終わった、食べた、超美味しかった。美味しかった、福岡のからしだから、もう絶品ですから、絶品。あ、鮭フレーク、使いかけかな。あ、使いかけでした。使いかけの鮭フレーク。わかったんだ、これ食べたいよ、わかった。あ、これ持って帰ってよ、じゃあ。これ持って帰っていい。やったー、おい、ゆみちゃんありがとう。仕送り動画でもご紹介しましたけど、つぶらなかぼす、おいしいです。本当に美味しいの、これ。そして、最後はですね、こちらです。これ何ですか、お酒。お、すごい、文庫盛りきかんこ。これ俺の地元、地元バレちゃうけど、文庫盛りきかんこって俺ん家の近くですけどね。ということで、たくさんの仕送りをいただきました。本当にありがとうございます。ありがとうね、これで。また待ってるからね。ゆーぴーの第2回目の仕送りでした。みんなバイバイ。バイバイ、ありがとう。水素水やぞ、お前。セレブが飲んでる。どう？普通の水。普通の水だよ。どこも体良くなりそうもないし。